競輪鬼越レース大賞。よし、今回取り上げる選手はこちらの選手でございます。シェーン・パーキンス選手でございます。かっこいい。はい、この選手オーストラリア出身のシェーン・パーキンス選手、外国人選手なんですね。鬼越にぜひ見せたいのは2016年10月2日、はい、四日市競輪場で行われた S 級の予選、当時、29歳の7番車パーキンス選手の圧倒的なちょっと走りを見ていただきたい。はい、7番車ですね。で、もともとトラック競技の選手なのよ、この選手は。外国の選手はそうですね。スポーツとしてやってる選手を競輪選手として短期で迎え入れた。なるほど。パーキンスの7番車を抑えていこうという3番の佐藤勝則。じゃあ普段はあれさ、このラインとかもないんですか？ないです。ないっていう。はい、もう短期でやってる。だから一回競輪の勉強をして、切った佐藤勝則、資格をいただくと。九州線を出して、これでパーキンスは後方の8番手になっています。4コーナーから直線です。先制したのは九州勢で5番の藤沢、前段あれだけかかってますね。間でもちょっと 2,3 車身空いてますね。後方の8番手で7が1、あれ来る、ついに鬼まくり。パーキンスは構えて後方の8番手、7が行くんやけど、これね、どっかの選手が多分合わせると思うんですよ、7に合わせて。パーキンス8番手から発進するんですけど、先行は6番の1冊さん合わせたね。合わせましたね。合わせたけども全然という。すごい、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 すごい。7番のパーキンス4コーナーから直線で後ろを振り返りました。あとは2着争いはどうか。2着争いで3番の佐藤か、宇治2番の飯田裕二。素晴らしい。これは綺麗だね、パーキンス。すごいな、すごい。ロシアのパーキンス、はい、もうワッキーみたいな。脇本雄太選手、はい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 、パッキーで言いたくなる感じ。パッキーパッキー、勝負させたいよね。いやー、ワッキーとどうなるのか。確かにすごい圧倒的ですね。素晴らしい。じゃあ鬼興奮度発表いたします。はい、鬼興奮度は、声出てるな、星2です。あれ、あれ、少な、少な、あれ、初めてじゃない。これはもうあの今までのまくりのレースが良すぎたんですよ。なるほど。結構いいレースでも3つけてたんで、まあそうだね、4もつ、まあ、これはちょっともう、あ、勝ったなっていうのが途中で分かっちゃったじゃないですか。あ、ギリギリのあのあれを何個か見て、要は弾かれてからまた行くとか、決してこのパーキンス選手のレースが悪かったわけじゃないです。今までのレースに僕は尖って3とかをつけちゃってたんで、これは確かにこれ今後大変ですね。これスタッフさん、スタッフさん大変ですよ。